J-WAVE ワウミュージックをお聴きの皆さん、どうもこんばんは、ナオトインティライミです。さあ今週も始まりました、クリエイター同士による音楽座談会ワウミュージックね。前回はね、緑黄色社会の長屋春子さんお迎えしましたけれども、すごいディープな音楽制作話に花が咲いてね、すごい時間が経つのがあっという間だったなと。そしていろいろ聞けてね、ますます緑社会の音楽を聴きたくなるなという有意義な時間でしたけれどもね、今日はまたちょっとカラーが変わるというか、ニューエキサイト女バンドチャイからボーカルキーボードのマナさん、そしてボーカルギターのカナさんをゲストにお迎えして、深夜にね音楽対談をお届けしたいと思っております。双子でしょ、いろいろ勉強はもちろんしてきてるわけですよ、お迎えするにあたって。ただこれどっちがどっち間違えられないなという、非常に緊張感ございます。J-WAVE ONE MUSIC、 今日はチャイのボーカルキーボードのマナさん、そしてボーカルギターのカナさんをお迎えいたしております。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。マナさん、カナさん、当てて、ナオトさん見たね。当てていいの？当ててほしい、当ててほしい。これってどれぐらいの人が当たるの？まあ、それ初見でよ。初見はあんま当たらない。でもさ、2分の1の確率だから多分当たるっちゃ当たるんだけど、そうだね、そうだったんだみたいな感じ。あ、確かに、違う、マナかみたいな。そう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 、うん、ちょっと、うん、マナです、カナですを、うん、両方聞かせて。オッケーオッケー、はい、マナです、カナです、マナです、カナです、マナ、カナ。なんでお母さん俺ね俺ねすごいすごいのタイミング双子やね。すごい、LR ですごい来た。おもろすごい。俺ね、なんでこれはね、なんでやっぱりね、写真見ててもネット見てても難しかったのよ。うん、そうだと思う。ただね、一個だけ俺の今の拠り所で、え、なんですか、革新的だったのは、うん、声。あ、声？声。声は違うな。声がね、確かに声が、うん、もうちょっとザラ感があって、うんうん、もうちょっと柔らかい声っていうので、もうめっちゃ聞いてる。すごい、それだけで今すごい合ってる。めっちゃ嬉しい。すごいわ、聴覚が、聴覚やっぱすごい。やっぱ耳がいいね、ミュージシャンだから耳がね、耳いいんだね。すごいね、双子ってやっぱ同時に喋る。同時に一人と話してるからね。そうだね、いやそうだよ ね、 だね、遺伝子が分かれたからね、分かれてるからね。そう、まずなんでや、うん、呼んでくれたのかというか、なんで僕がじゃあ逆にね、うん、そうそうそう、なんで、あのお話したかったかっつったら、うん、出てきた時のなんか、うん、唯一無二の衝撃から、この感じって狙ってできないなって思ってて、本当に本人たちから出てる、うん、もうオリジナリティこそあれになるっていう、もうそのルーツを、うん、もう聞いてみたいなと思ってね。幸せ、なんか今幸せになってね。なんか唯一無二って言われて嬉しい。いや、本当それを目指してたから。それ目指してるんです。目指してるんです、唯一無二、うん、それを探し続けて、もうすでにムニだよ。あ、嬉しい、ムニエルだよ。嬉しい、ムニエル、ムニエルって言おうかな、これから。チャイはムニエルよ。チャイはムニエルです。ちなみに何て言うの、その本人たちのジャンル、もうあんまジャンルくくるのも野暮だったりするけど、ね、何が入ってんの、チャイミュージックは。R&B、 R&B、 ヒップホップ、ヒップホップね、ファンク、ファンク、ロック、ロック、ジャズは入ってないな。ジャズちょっとフュージョン、フュージョン、フュージョンある、うんうん、まあ、エレクトロみたいなとことかね、うん、パンクも入ってる。あ、まあそうだね、パンキーだね、パンク。え、ニューウェーブ好きっす。はい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 、そうだね、ニューウェーブだね、ごったになんだけど、ごったにってともすれば、とっちらかっちゃって何がしたいのってなっちゃうんだけど、それを上回るキャラ個性が牛耳ってるというか、そのコントロールしてる。キャラ個性ね、嬉しい。本人たち音楽性という名のそのキャラとか、すごいんだわ、なんか嬉しい、嬉しい。ナオトさんに知ってもらってるなんて思ってなかった、ね、本当にね、嫌いみがね、嫌いみがチャイのこと、嫌いみがまさかナオトインティライミが、最初ナオトインティライミ4人で驚いたの、知ってくれてんの、
この話をありがたいが来た時にありがたいな、うん、拝んじゃったもありがたい、そうありがとうございます。もう今日からナオトインティチャイミーだ、チャイミナオトインチャイミナオトインチャイミナオトインチャイミチャイミになった、いいいい、それいい、はい、ナオトインチャイミこれもともと何音楽どうやって始めたの、ちっちゃい頃から歌うのが好きで、うん、それこそ、ね、3、4歳の時スマップとかさ、うん、モームス、うん、モニモニとかすごい流行ってた時、もテレビでバーンってこう出た時に、はいはいはい、うん、すごい2人で歌ってたんだよね、2人で歌ってんだ、ちっちゃい頃からミニモニ入りたいみたいな、でもしかもそうか、普通ほら1人やから、うん、だいたいそういう時って1人で歌うけど、すで、うん、にグループ感も2人いるから、そう、うん、どっちがうまいとか対決したりとか、はい、ママに聞いてもらって、うん、どっちがうまいとか、うん、でピアノもやってて、うん、で高校生になった時にその軽音楽部がある高校に入ったので、そこで音楽がどうやってできてるか知ったの、こうやって鳴ってるんだ、そうか、ドラムがあってベースが下支えててとか、そうそう、ギターもみたいな、あ、ギターとピアノ上物なんだとか、そういうの知らなかったから、うん、その作り方知って、でそこでバンドの良さを知った、うん、そっからがスタート、そこでドラムのユナとも出会って、そうそう、これでもさ、必ずしも双子が、うん、バンドで組むとは限らないやん、うんうん、例えばそれぞれが違うバンド組むこともあるやろうし、うんうんうん、もうそれ以外考えられなかったの、うんうん、結構人数いたもんね、部活がさ、そう、部活にめっちゃ人数がおったけど、うん、でも、うん、カナと離れるなんてことを考えたことがないですよなんかね、そう、違うバンドを組むなんて脳はない、脳がないっていうか、離れる意味がよく分かんなかったっていう感じ、うん、どっちかっていうと、うん、で一緒にバンド組んで、うん、そこから で、まあ、コピーとかカバーとかもやって、うん、そうやりました、どういうのをやってたの、そのチャイミュージックのもう、まあ、ね、礎というか礎って言ったよ、あのね、いろいろやってきたと思うよ、いろいろやったけど、アイコもやったし、アイコやったり、生き物係とかその時ね、流行り、うん、リンゴちゃんもやったし、あ、そう、シーナリンゴとか東京 GM もやって、うん、シャカラビッツって分かる、シャカラビッツ分かる、分かる、うん、シャカラビッツとか、うん、チャットモンチーもやったか、チャットモンチーだ、そうかそうか、バンドっぽいものもやった、はいはいはい、シャングリラしてた557188、はい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 、はい、うん、あれもよくやった、うん、あとユイとか、ユイとかね、うん、そうかそうかそうか、それぐらいの世代のバンドでいろいろやってた、そうやってた、でオリジナルになってくるの、うん、そう、なんかそこの部活でオリジナルを作る機会がたまたまあって、はいはいはい、でなんかみんなでオリジナルを一人一曲作る発表会があったの、でそっからオリジナルの作り方を覚えてた、え、ナオトさんはいつ作ったんですか、ナオトさん曲最初あれですよね、ミスチルの、そうそうそう、ね、コーラスだったんですよ ね、うん、そうですね、ミスチルのコーラスはね、うんうん、今回のデビューの前2年間ぐらいやらせていただいて、うん、ずっと夏フェスからもうなんか、アリーナからドームまでなんかもうその最高峰の景色をあの、ね、斜め後ろから全部見させていただいちゃった、すごい、いつかね、いつかの辺のセンターで歌いたいなっていうのはやっぱ湧いてたよね、うん、すごい夢ね、あれは一個でも自分の中で大きな、めちゃくちゃ大きな経験、影響を受けた邦楽っていうのはさっき出たような感じなの、うん、インプットしてアウトプットして音楽は全然違って、その生き物係とかそういうのはそうかそうかコピーしてたけど全然う、うん、アウトプットはしてなくて、なんかあるの、そのこれっていうそのアーティストのこの歌がと か、 なんか日本人だと、うん、アウトプットしたのは五代五とかハッピーエンドとか、ハッピーエンドでもそんなにだけど、うん、とかセロとか、セロとかや、うん、そういうのかな、結構五代五は影響を受けてる、うん、で世代も違うけど、うん、でも世代も超えて、うん、分かる、でも分かる、チャイの音楽聴いててすごい、うん、ミニマルミュージックっていう言葉が一個ハマるなと思ってて、そんなあの積まないっていうか、隙間がるじゃん、うんうん、だそれってきっとその五代五のああいうところの影響もあるっつって、うん、結構やっぱね J-POP って、うん、サビとかってさ、うん、いろんなこう、まあ、ドラムベースギター鍵盤、じゃあちょっとこのエレキもここの歪みも入れて、うん、ちょっとトレモロも入れておこうって、そこにちょっと弦を鳴らしてパッドもやってみたいな、レイヤー積んで安心感みたいなの安心レイヤー積んで安心感みたいなのでもそれ積まないで、うんうん、あのもっとやっぱ隙間のミニマルミュージックっていうのは俺はチャイの一個、うんうん、あのポイントというか、この個性豊かな曲たちって、うんうん、どうやって生まれてる、チャイの、
それこそコロナになる前は4人でスタジオに入ってバッて音鳴らしてその場で作ってたセッションか。そう、セッションでバッてこういう感じこういう感じって言って、コロナになって自粛になった時に家で作ることをね覚えたの。それまではあんまやってなかった。そう、一回もあのガレージバンドを使ったことがなくて、そう、全部楽器で生でやってそのままレコーディングスタジオ入ってみたいな流れだったんだけど、サードアルバムからは自宅で全部作った。へー、それは自宅で作ったものをスタジオに持ち出して撮り直す、あ、そうそうそう、なんかね、それこそ全部自分たちで作ったというよりかはアレンジとかをその海外のプロデューサーと一緒に全部をタッグを組んで、はいはい、全曲タッグ組んでやったから、なんか全部ズームでやり取りしながらこれはこっちを作ってこれはこういうの作ってほしいとかやり取りをずっとして、データとかもね、そうそうそう、データのやり取りして、プロデュースデータとかガレージバンドデータとか、そう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 、メロディーほとんど作ったかな。へえ、そうね、今海外のって出たけど、日本でやってた時と海外に、を視野に入れた時の作り方なの、そのマインドとかも変わってったの。そのネオとかギャランブーって時は海外視野に入れてたの。入れてた。あ、もうそこから入れてたんだ。入れてた。へえ。社員を組んだ時から洋楽がみんな好きだったから、もう最初好きだったのベースメントジャックス、CSS、D-BO とか、マゼコンでミックスしたのをバンドで出そうって思ってたんだけど、だけど海外に何回かライブしに行く中で、はい、あ、もっとキャッチーじゃなきゃっていう気持ちが出てきて、もっとポップス、もっとこういう曲がしたいっていう気持ちがいろんなアーティストと出会う中でいろんな気持ちが生まれてったんだよね。こうトゲトゲしいばっかりじゃなくてみたいなところとか、そういうのを作ってみたいなってなった時に、ちょうど日本に帰ったらもうマスク売り切れててみたいなコロナの状況になってて、そうかで本当にその時から曲作り始めた、サードアルバムはね。それがウィンク、サードアルバムウィンクで、2017がピンク、そう、ピンク、パンピンク、パンピンク、パンクウィンク、全部な。2017最初がピンクやな。ピンク、ピンクでパンクでウィンク、ウィンク、それ今年やね。今年キャッチーやもん、ネーミングも。そうだよね。今まで作ってきた中でなんか思い入れあるなみたいな曲ある、うん、チャイの思い入れある曲みたいな、うんうん、あのね、サードアルバムの中に入っとる、うん、ドーナツマインドイファイドっていう曲が、はいはい、それこそ一番最初にウィンクの中で初めて作った曲、アメリカからちょうど2月に帰ってきて、それこそさっきマスクが全部なくなった時期に、うん、もうコロナですって時期に帰ってきて、ギリギリで、あ、もう全く外出れないんだってなって、そしたら全部ツアーも中止になって、フェスも全部中止になって、で家に2ヶ月いなきゃいけなかったじゃないですか、あの時。その時に初めて作った曲がドーナツマインドイファイドだったから、なんだろう、なんかいろいろ頭の中がすっきりした。逆にいろいろすっきりして、いろいろ嫌な思いもあったけど、でもなんかその中で音楽の向き合い方がガラッと変わったから、やっぱりすごい近い存在だったんだとか、そうかそうか、今までライブが全て音楽作りだったから、そうじゃないところでやっぱ家に持ち帰ってもらいたい、音楽になりたいと思って作った曲だったから一番印象深い。まだまだこのね、大変な状況続いてるけど、こうでもなかったらできてなかったような、できてない、環境ね、作り方も含めて見直すタイミングだった。へぇ、チャイと、海外と、ティライミ、ティライミのテーマでちょっと話していけたらな。ナオトさんの海外話聞いてた。あ、いいよいいよいいよ。世界一周しとったじゃん、すごい国行ってるじゃん、いっぱい、そう、まあ、香港、タイ、インド、トルコ、シリア、レバノン、ヨルダン、パレスチナ、イスラエル、エジプト、スペイン、ポルトガル、モロッコ、フランス、イギリス、アルゼンチン、ブラジル、パラグアイ、ボリビア、ペルー、エクアドル、コロンビア、ベネズエラ、キューバ、ジャマイカ、メキシコ、バン、アメリカの28カ国。まあ、1年半バックパック1人で。すごい。キャリーケースなかったの？キャリーケースはバックパックやん。ないない。バックパックだけで。コロコロないよ。へー、バックパックにギターよ。かっこいい。本当に旅の人だ。そう。人だ。まあ、もう基本そうだね。すごいな。ちょっとサッカー好きで、ちょっと歌好きな旅人やから。ちょっとじゃない。ちょっとじゃないよ。そう、旅人の方が多分ベースにあって。すごい。じゃあなんかその旅してる時にどういうコミュニケーションが一番いいか、そういう時のがやっぱ歌っていうのがあるのかもしれない。でもその旅していく中で自分が歌ったりなんかセッションの中で、あ、なんかあるなみたいな、あるな、これあるな、なんか感覚が、感覚が、そう、あのね、一番最初の
1個成功体験は初海外の時の19か20歳の時にニューヨークのアポロシアターっていうところに見に行ったらイエーなんてやってたらお前上がってこいなんつって気が付いたら歌ってたのよ司会者のマイク取り上げて世界出たいって思ったのが初めてで、わあいい話、でも日本でそのためには日本でちゃんとキャリアを積まないと、と思ってずっとこう頑張ってきて、でもいよいよじゃあ、本当に動き出そうと思って、4年前からずっと世界の挑戦を始めてて、俺はラテン音楽がすごい好きだから、ラテンに絞ってスペイン語でラテンマーケット向けに歌う。だからスペイン語なんだ。そうなの。そうなの。あれはなんかね、木をてらってとかじゃなくて、やっぱりあのラテンカントリー、ラテンの国々もたくさん、ね、南米とか旅してた、なんか性に合うから。確かにね。んでもうガシガシ人に絡んでって曲聴いてもらったりして、また人に会ってって、トラックメーカーに会って曲作ったりなんかしてってっていうので、結構一人でさすらいのメキシコマイアミに行ったりして、んで曲これと思った曲に、これはもう映像付きやと思って、浮かんでるミュージックビデオの映像に少々高いが自腹でミュージックビデオまで作っちゃって、それを持っていろんな人に売り込みしてたら、そのユニバーサルラテンっていう向こうの三大レーベルのうちの一つの社長さんを気に入ってくれて、うわーすごい、世界契約にこぎつけたっていう、すごい、もうね、素晴らしい、さすが旅人の延長で世界契約勝ち取った、すごい、いやすごい、すごい活力で、メキシコとかでもねライブやったりとか、まあ、マイアミメキシコっていうのが結構ラテンカントリーの中心だったりして、そう、そこにずっと1年のそうだな3ヶ月ぐらいはもうやっぱりあっちでやってる感じがあって、ほんでそのさらにね今からだっていう時に、それこそコロナでもう我々はさ海外目指してる身としては本当にこのコロナの暗い方がさ、日本とまたさらに海外の活動も全部できなくなっちゃったり、でもそれがもうちょっと落ち着いたら、海外に向けてもガシガシやっていくっていう、もうナオトインティラエミは日本でガシガシやっていくし、ナオートとしてはラテンマーケットに向けて、そうそうやっていくっていうのは、すごいかっこいい、すごいかっこいい ね、さすらいのね、かっこいい、いや、やめなさい、やめなさい、いや、エネルギーかっこいいです、いや、やめかっこいい、じゃだから俺はね、私たち4人だから、なんかやっぱ4人でしかできないっていうか、4人、1人じゃできないと思うんだよね、ステージ立つのもさ、そう、一人でこう旅人行ってとか、一人で掴んできてとかっていう、そういうのってすごいと思う、いやいや、すごい、そんな中俺はだから海外にアプローチして挑戦してる先輩なわけよ、チャイ、しかも海外受けいいでしょ、このチャイのこの感じ、いい、ね、いい、どんなライブとかどういう感じなの、めっちゃ盛り上がるよね、盛り上がるよ、めっちゃ盛り上がる、やっぱ全然日本とは文化が違うじゃん、多分直人さんも絶対分かると思うけどさ、やっぱもう本当にやっぱこうパッションが違うよね、こう、もう聞いた時のこう、うわーがすごいじゃん、そうだね、日本は日本で盛り上がってないわけじゃないけど、そうそうそう、もうちょっと秘めて、そう、秘めてこういう感じだけど、向こうはもうグワーだから、そうそうそう、もう踊り、歌い踊りね、なんかそんな中ライブでこれは鉄板っていうか、海外のライブで間違いない曲ってある、あ、でもネオは盛り上がる、めちゃ、わけ分からず歌ってる、はぁとか言ってる、歌詞分かんないから、はぁとか言ってる、言いながらね、でもそれでいいんだもんね、そう、それでね、いいからね、それでいいんだもんね、俺らも別に洋楽の歌詞ね、なかなか全部意味分かってやってるわけじゃなくて、なんか雰囲気でね、歌いたくなるじゃん、はい、そういう感じ、でも日本の中でも多くの人はネオはやっぱ一個きっかけだったの、本当ネオはきっかけ、チャイ、やっぱ一個ターニングポイント、めっちゃポイント、そうだね、やっぱそう、何が変わった、変わったか、でも初めてそのコンプレックスアートなりとか、そのネオかわいいって発信してるんだけど、それを初めて言葉にしたんだよね、曲で、だから多分分かりやすかったんだと思う、その、ね、みんながかわいいんだよとかって、みんな同じ顔なんて変じゃないみたいな歌詞とかって多分分かりやすい、違って当然だよみたいなことを言ったのが初めてだったから、それって多くの日本人の方が救われただろうし、逆に言うと多様性で言ったら海外の人は当たり前のようにそう生きてきたみたいなことのチャイがそれを
ああいう分かりやすく、うん、面白おかしく、うん、でもめっちゃシンクったテーマでアプローチしてたっていうね、それはだから日本も海外も一緒なんだろうね、うん、そうだね、一緒だね、うんうんうん、引き続きね、ちょっとチャイと海外とティライミっていうテーマ、ティライミ、え、このなんかそのアメリカのインディーレーベル、うん、サブポップ、うん、合ってる合ってるよ、契約、うん、そう、契約して、うん、すごいじゃん、だってすごいんだよ、知ってるよ、知ってるけどそのすごさを俺はその挑戦して向こうのレベルと契約することがどれぐらい大変かは俺ずーっとこうやってもう配り歩いてんだからそんなそう簡単に向こうの人がそんな反抗さんっていうのはないっていうのは分かったら今分かってるつもりだけど、どういう経緯でそうなるんだよ。いきさつはでも、なんかそれこそサウスバイサウスウェストとかいろんなフェスで多分サバポップの人がたまたまおったので、気にかけてくれとって、気に入ってくれとるっていうのは聞いとって、サバポップかみたいな、ニルバーナーかみたいな、いろいろ思って、わーあーとか言ってるうちにミーティングしたいって言ってくれて、で5分だけ話して、あんまり英語得意じゃないからわーわーって喋って、すごいチャイのことをなんかアーティストとして見てくれとるじゃないけど、こう次に出るアーティストみたいな見方をしてくれとるんだなっていうのがすごい伝わったから、あ、ここならいいって思ったら契約できた。いやいや、このね、こんなにポップに話してくれるからなんか、嘘みたいな話なんだけど、だってナオトさんは必死でさ、CD をこうやって配ってさ、私たちそんななんか、もう必死だよ、必死だけど、必死さが違うんだと。とんでもないよ、やっぱりその前のそういうフェスで、うん、そこでやっぱり日本代表として やれるっていう機会がもうすでにそうだね、すごいことだから、で、しかもそれをものにしたっていう、うん、そうだね。でまたそこからいろんなその曲もね、いろんな海外アーティストとコラボしたりとかしてるやん、うん、ガシガシしてるやん、うん、ああいうのはどうやって決めてくるの？なんかそのもともとさ、なんかいろんなインタビューとかであれが好きこれが好きってもうどん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 言いまくっとって、はいはい、その中にもゴリラズ、うん、だし、それこそ CSS、ディーボ全部言っとったアーティストで、それこそゴリラズは言っとったからコラボできたの。だからもう世の中のみんなと、うん、好きなものを大きな声で言っとけと。言った方がいい。そしたら本人に届くかもしれないし、何かが起こる。そう、何かが起こる。そのなんか一番いいコラボだったなみたいなとか、嬉しかったなみたいなある。ある。あのね、私はハインズと一緒にコラボした曲が、それこそ女の子8人って曲を作ったの。チャイ4人、ハインズ4人だから、本当もう4対4な感じなんだよね。まあ対決はしてないんだけど、うん、まあ、でもやっぱり女の人のスペイン人なんだけど、パワーがすごくて、エネルギーとパワーとなんか太陽みたいなパワーがあって、うん、8人で曲作ったからスペインでね、うん、4日間、うん、みっちりスタジオに入って、作ったんだよね。なんかドラムも2人おるし、ベースも2人おるし、ほんまやね、喧嘩になるやん。そう、喧嘩になるんだよ、私が叩く、私が叩くって。そう、最初ね、そう、言い合いになるぐらいになって、だからすごい思い出深いかな。いや、面白いな。ちょっとチャイバチバチナオティライムもちょっと見てみたいな。いつかね。バチバチ見たいね。バチバチ見たい。バチ見たいよ。ね、見たい。ちょっとそろそろお時間も来てしまってね。うん、今日はチャイのマナさん、カナさん来ていただいておりますけれど、向こうでもうキャリアを積んでるね、うん、先輩として聞きたいなと思うのは、はい、何が大事？海外でやっていくには。アイデンティティ。自分のアイデンティティ。なんかみんな個性あるから、こう流れないようにするためにやっぱりアイデンティティがないと聞かれないかなって、個性がないと、うん、洋楽のね、真似して日本人がやってても、うん、いや、それいるからと、もうそれは、うん、それいるもん、ビリーいるじゃんみたいな、ブルーのいるよね、うん、そうじゃないものの隙間にこう入り込むために個性が大事だなってつくづく思います、なんか、うわ、うん、ええー、話めっちゃ刺さってる今俺。直人さんどう思います？いや、一番大事なの。いやいや、もう同じやと思うよ。同じだから俺もやっぱり海外のアーティストやクリエイターとコラボしても、うん、本当にアイデンティティで、うん、海外でどんな曲を出すかっつったら、うん、まあ、和もすごい好きだから、うん、三味線の仲間がいたり、あの和太鼓の、うん、そういったものをちょっとクラブテイストに仕立て上げる、うん、いやー、かっこいい、とか、うん、あと J-POP のメロディーってこれは海外の人には絶対書けない、ね、そうだね、ね、そうだね、そうだ、あのメロディーラインとか、うん、そういうアイデンティティを、うん、でも俺はラテンマーケット の、うん、あのマナーにのっとって乗っけて、うん、っていう両方大事やと思う。
お邪魔しますの流れのそのマーケットのマナーにもある程度乗っ取った上での、このアイデンティティを乗っけるっていう、そうだね、そう。でもそのアイデンティティがチャイは超強いじゃん、超強い、めちゃくちゃ強いから、もうワクワクする、ゾクゾクする、どうなってくんだろうチャイみたいな。嬉しい、今後ライブもある、チャイ、ある、ある、日本で、日本でそうか、今まだねコロナだから、そう、日本でどういうライブは、日本はね、はい、ウィンクのジャパンツアー、サードアルバムの、そう、サードアルバムのウィンクのリリース、そう、の、うん、アルバムのツアー、前東京と名古屋と大阪だけだったんだけど、うん、もうそろそろやりたい、地方、そうだ、全国行きたいみたいな気持ちでやります。来ました、来ました、これ決まってるの、決まったの、うん、元気になるやろね、チャイのライブ見たらね。見に来てな、いやいや、見に行きたい、見に行きたい、東京でやるときね、てか私も見に行きたい、私も見に行きたい、見に行きたい、おいでよ、行きたい、行きたい、おいで、ちょうどツアー、かぶってるけど合間で、お互いね、行きたい、ぜひぜひ来て、来て、来て、ということで、本当に今日はお忙しい中、うん、こちらこそ、こちらこそ、ね、ありがとうございます、ありがとうございました、またいろんな話聞かせて、ぜひ、ありがとうございます、ありがとうございました。私、ナオト・インティライミがナビゲートしてきました WOW Music、 いかがでしたでしょうか。いや、もうやっぱなんだろうな、海外をこんだけこう戦ってきてる方々だから、最初のもう入りからもう外国人やね、もう当ててみて、当ててみて、マナーから当ててみてっていうの、緊張感走りましたけど、声で当てられてよかったなと思います。そしてね、そのやっぱ海外の活動を、僕も今からこう挑戦を始めるという身としては、いろんな本当先輩としてのね話をいろいろ聞けて、すごく嬉しく、ありがたかったです。アイデンティティやなと改めてね感じさせていただきました。それでは来週もこの時間にお会いいたしましょう。ここまでのお相手はナオト・インティライミでした。Thank you.